続いてスタッフさんあれ持ってきてもらっていいですか。え、怖い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 、もう嫌な予感しかしない。どうしよう。それね、ちょっと開けていただいて、はい、まあ、食べていただけますかね。これ鳥ですか。本当かな。それでそして思わず、無理。あら、泣くの。ダメなんです、本当に鳥の丸焼きはダメなんです。鳥キャラね、わかりました。はい、鳥キャラはよくわかったんで。ありがとうございました。一応それ持って帰ってください。こんなことになるなんて思わなかった。そんなありがとう。お疲れ様でした。また収録あるからね、今日ね。はい、お願いします。持ち直してね。ジュリナさん、ダジャレで分かりました。じゃあそんなマサダに日テレでダジャレを作ります。何照れてんの。今だ。木本どう。クソつまんない。どう、自信あります。ちょっと手握ってもらっていいですか。ベッタベタじゃん。緊張できちゃった。ちょっとベッタベタじゃん自分。いよ、即興よいしょスタート。おっおっ。ああなるほど。あら、木目が綺麗なことで、うん、素晴らしいですね。いい匂い。匂い。いつも私のパンツとかしまってくれてありがとう。あら、なんかやらしいよ。でも手を挟むと、うん、痛い。でもいい。なんでちょっとやらしいんでしょうか。ね、一番かわいいね。そうだな、お酒飲んで。それを過ごしちゃうのもったいないから、うん、やっぱ俺と一緒に過ごしたらいいんじゃないの。過ごしてくれる。え、でも、うん、二人きりだ。かっこいい。ちょっとかっこいいんだけど。どうしたらいいかな。暇な時間遊んでくれるの。じゃあ何して遊ぼうか。ドライブ。かっこいい。運転できるんだ。できます。な、車何乗ってんの。クラウン。やだ。おっさん、おっさんみたいな車乗ってんのね。大久保 P のお気に入り北川は、ひいきしたいんだけど、ひいきにもね限度があるし。こちら。すごい。わあ、そんなに。ナイス。来てるね、来てるね。大久保さん。何でしょう。前に触ってもいいですか。出ました。ワンタッチしますか。え、いいんですか。ジュリナさん、えワンタッチ OK? OK、 えぇー、すごい。どうどう。カッチカチ。カッチカチ。この顔とか、笑ってた。怖いよ。あ、なるほどね。頑張ったね。頑張った方だね。ビニール袋がなんかかぶってはい、あ、はいなの、はい、続いて独自の世界観で衝撃的な作品を連発するこの方。わわわわ、あ、そうか、この子か。高柳ちゃん。浴衣こそ日本男子を酔わせる最強アイテム。かわいい。かわいい。決して七五三ではありません。そうかな。高柳茜。浴衣いいな。まあ、浴衣今あんたエッチなこと考えてはったやろ。何べ。ちょっとだけ。何言うてねん。どうすえ、どうすえ。うわっ、やばいやばい。おお、引け、引っ張れ引っ張れ。やだ、入りたくないから、マジで引っ張れ。マジでやめて。マジでやめて。佐藤、行け。佐藤、勝者佐藤。
しょう今日は。私はマネージャーさんから聞いたんですけど、うん、なんかこうやっぱりエビフライ の, その毎回アンケートのメールが来るんですよ。あ、はいはい、その期限が過ぎてしまった時に、うん、あやちゃんが、うん、ごめんなさいの代わりなのか、うん、自分の可愛い自撮りを送って、誰に本当に誰に送るの、入手したので、えちょっと、ください、どうぞ。送ってるの、男のマネージャーさんの、にアンケート送れてすみませんっていう、特定の人にしか送らないって聞きました。これは何ですか、弁明ありますか。弁明はないです。というわけでですね、今回あなたたちにヤングマガジンのグラビアを飾っていただきます。私がこの仕事を取るために何度矢野さんに抱かれたか。なんだ、なぜだ、なぜなんだ、高柳あかね忍者コスチューム、忍者の遅刻ということなんでしょうか。これなぜ忍者なのか聞いていいですか。なぜも何も私は忍者なのじゃ。わ、失礼しました。絡みたくないな。よくも B 考える時間が欲しければ時間作りますが、いやいや、もうこんな時間も考えても何も出ないです。そうですか、来なさい。わかりました、参りましょう。レディーファイ。かよこまる殿、かよこまる殿、どうした。遅れてすまないでござる。もう修行始まってるぞ。そうなんですか。伊賀の忍者を待たせてるんじゃ。違うのじゃ。違う、我は皆よりも劣っておるので、朝5時に起きて一人で山で修行しておったのじゃ。だからといって他の修行待たせていいとは限らないでござるぞ。あ、乗ってきた。あまりにもすごい術を持っておるというので、我は負けておられると思って頑張ったのじゃ。お、じゃあその修行の成果を見せてもらおうか。そうなんじゃ、今日ちょうど来る途中にだ、犬が倒れておったのじゃ。犬がか。怪我をしておったのじゃ。怪我をした犬が。なので我は怪我を治す術を使ったのじゃ。魔法、そんなことができるのか。忍者って魔法使いだっけ。犬よ犬よ、怪我よ治るのじゃ。って言ったら犬が治ったのか。勝ったのじゃ。お前はもう見事な術を身につけた。そうなのじゃ。卒業じゃ。かよこまるから卒業認めた。大将、この動きお願いします。えい。ダメダメダメ。虐待はダメです。ダメです。ブスキャラでかぶったら強い。強めですね。ちょっと待って、違う。強く人に殴られてる。変態さんよ。変態さん。お前の好きなぬるぬるまみれにしやる。そう、好きなんですか。好き。食欲、睡眠欲、性欲だったらどれが強い。睡眠、あ、食欲ですかね。2番が2番2番は睡眠欲です。3番はえ、その3個ですか。その 3個だったらもう性欲です。お前はもうチャンネル変えられないから。怖いけど。いやいや、いや、怖いけどね、意外とインパクトあって、ちょっと面白かった。CMでももう残ってると思った。しょうがない、1枚あげましょう。行きましょう。おい、お前ふざけんな。許してぴょん。いいでしょ、1枚。私は、うん、この番組でずっと画面の右上を守ってきたんです。対してずっと左上を守ってきたメンバーがいるんですよ。教えてください、誰でしょう。松村かおり。行くぞ。行かせるぜって。行かせる。センターにいる高柳茜が目印。エビフライデーナイト DVD 発売予定です。